必ずオイルを目の周りにこうつけなきゃいけないから、私は絶対反対なんですね。なのでこれはもうすごくおすすめの。はい、皆さんこんにちは、レイティナオールの杉山です。今日はですね、皆様にご紹介したいアイテムがあります。メイク用品なんですけれども、前々からずっとね、こっちではずっと何年も7、8年取り扱いさせていただいて大人気商品なんですけど、それがこの度ねリニューアルしてもっと使いやすくなったんですね。なのでご紹介したいと思います。それはね、何かっていうと、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、この 3D マスカラっていうマスカラがあるんですね。でそれが従来はねこんな感じだった。これが従来の形。今ねリニューアルしてこういう風になってきてます。ケースは同じなんだけど、中身がもっと太くなって、こんだけ太さが違う。こっちが新しい方なんですけど、めっちゃボリューミーになってます。従来の方と比べてみましょうか。これが従来の方のブラシの先端ですね。新しく出てきた方はこんだけ差があるの。下の方がすごいボリュームたっぷりタプタプですよね。こちらの方がね新しくなってきて、さらにすごいことになっております。この 3D マスカラ。 3D マスカラってもともとどういうものかっていうと、大小2本のマスカラがセットになっています。こちらの大きい方が言ってみれば普通のマスカラなんですね。ちょっとね普通のマスカラよりも粘着性が高いマスカラになってます。なぜかっていうと、この細い方、これがですね全部ねファイバーなんです。これ色がつかない。やってもなぜかっていうとファイバーだから、細かい繊維なんですよ。これをこう塗って後にこの繊維を足していくっていう方法なんですね。それをね何度も目の上でやるとすっごくボリュームが出るんですね。ボリュームも出るし長さも出るし、あと面白いのは、例えば目のね中心部真ん中を伸ばしたいときは真ん中にこう長くしていく、端っこの方をこうシュッシュッと伸ばしたいときは端っこの方の毛を取っていって伸ばしていくみたいな技もできるんですよ。なのでこれはもうとにかく超盛れるっていうので、うちでマスカラ取り扱いしてるのはこれだけなんですよね。やってみましょうか。いますよ。こうやって根元に入れてシュ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 。でこのマスカラね、面白いことになんかねカチッと固まらないんですよ。なんとなくしなやかさをずっと保ってるんですね、一日中。で少し通常のマスカラよりもペタペタしてるっていうかな、粘度が高いんですね。それで繊維を吸着させる、安くするんです。今度はね繊維の方足していってみますね。これ繊維です。繊維をじゃあちょっとね横の方に長くしてみたいって思った場合です。こう長くして、そうするともう一回これを長い方を使います。で長い方は長い方だけで使っても大丈夫で、繊維足さずに普通のマスカラとして使えます。今日は少し盛りたいぞっていう時はこの繊維をですね、こういう風に何回か足していきます。もうパッと見ただけでこっちの目、私今目尻を強調してるんですね。目尻を強調しているつもり。目尻のまつげって短いじゃないです、すごくね。なのでこうやってで伸ばせるっていうのはすごいありがたい。結構目に力が出てきますよね。何回重ねてもいいんです。何回重ねてもいいけれども、掟は最初は長い方、次に短い方ファイバー、そして長い方、何回重ねてもいいけれども最後は必ず長い方で終わる。これが掟です。そうじゃないとこの繊維がねポロポロと落ちてきたら嫌じゃないですか。だからこのマスカラの方で、粘度のあるマスカラでこれをしっかりこう抑えるんですね。そうするとポロポロ落ちてくることはないです。で不思議なことに、これだけてんこ盛りにできるマスカラなんですけど、お湯で簡単にオフできます。フィルムタイプなんですよね。それもまた嬉しいですよね。こうオイルのリムーバーをね、専用リムーバーを使わなくてもいいっていうところがすごくありがたいところで、とっても人気があります。下目にもつきにくいです。でこれウォータープルーフじゃないんですね。ウォータープルーフじゃない方が下目につきにくいです。ウォータープルーフって水には強いけど油には弱い特性があって、ウォータープルーフのマスカラって一瞬すごくよく感じるんですけど、プールに行く人とか海に行く人はもうウォータープルーフじゃなきゃダメですよね。でも普通日中ってどっちかというと皮脂が出るじゃないですか。そしてね皮脂に溶けちゃうんですよね。こうまばたきしているうちにこの下目につきついちゃうっていうのが特徴なんですよね。もしかしたら製品によるのかもしれないですよ。製品の中では本当に水
水にも油にも強いっていう製品あるかもしれないです。基本的にそういう作りになっている。だからそれにウォータープルーフって絶対リムーバーじゃないと落ちないから、必ずオイルを目の周りにこうつけなきゃいけないから、私は正直絶対反対なんですね。海に行くとかプールに入る時以外は普通のマスカラがいいです。それもフィルムタイプがいいです。フィルムタイプだとお湯でつるんってオフできるので、月がなんていうのかな、少しコテッとしてついてしまうっていう特徴はどうしてもあるよね、フィルムタイプだから。でもやっぱりその落とす時の簡単さとか負担の少なさっていうのは、私は何物にも代え難いなって思ってしまうので、負担の少ないフィルムタイプ、そして下目につきにくい、落ちにくいっていうのかな、パンダ目になりにくいものを選んだ方がいいかなっていうふうに思います。でこっちもやってみますね。一回長い方を使っています。今目尻を強調したい、真ん中を強調するとね可愛い感じになります。目尻を強調するとこうなんかちょっと若干セクシー系になりますね。目尻のまつげが短くて悲しいから、私どっちかっていうと左目のまつげの方がいっぱい生えてる気がする。左目の方がですね、今こっちの方がまつげが、地まつげがそもそも長いんですね。私自分こんな感じにパチッとした目になりました。これで少しアイシャドウとかつけてきてみようかな。はい、という感じで、目元かなり漏れて、なんかちょっとなんだろう、自分の中ではあんまりここまでがっつり化粧することあんまりないんですけど、いつも薄化粧だから。で、このマスカラね、先ほども言ったようにカチッと固まらないんですよ。だからね、マスカラの、ね、根元をちょっとこう押さえて上にまつげを上げてあげるんですね。こういう風にそうするとこのまんまね形状記憶していってこう上に上がるんですよ。ビューラーいらずなんです。そういうなんか特徴があって、ビューラーいらずでこういう風にね上げ、ちょっと上げておくとね、少しこうやって上げて押さえると形状記憶されるの。形状記憶されますか？ちょっとやってみてください。とにかくね、2本セットです。1本ずつは買えないんですね。これはもう常に2本セットで、2本セットで4000円ぐらいかな。結構お手軽ですごくおすすめの、ばっちり盛りたいなっていう時にはおすすめ。そして簡単にお湯でオフできるっていうところもすごくおすすめ。うちで取り扱ってますので、ぜひ試してみてください。面白い商品だと思います。はい、というわけで今日はこの辺で、ではさよなら。皆さん、レイテノールの公式 LINE はご存知ですか？毎月開催のとってもお得なキャンペーンやイベント情報、美肌の知識満載のコラムを配信しています。そしてレイテノールオリジナルクレンジングの最新情報も LINE が一番早くお届けできます。お友達追加は概要欄のリンクからお待ちしています。ところで皆さん、インスタってやってますか？インスタライブや質問コーナーで皆さんと近くでおしゃべりしている気持ちになれて、私の密かな楽しみなんです。YouTube には上げてないこともたくさん載せているので、ぜひ覗きに来てください。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方は、チャンネル登録をして隣のベルマークを押すと、新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。